ふう。あ、なんだかなー。何やってんの、苦い顔してからに。いや、なんつうか、結構緊張してきた。ええー、嘘、別が緊張するって普段あんまり言わない気がするんだけど。うん、あんまり言ってない。そんな緊張することないからさ。でもさすがに引き相手だと超頑張らないとだしな。別にさ、そんな気負わなくてもいいじゃない。やるべきことが分かってる列がなら緊張しても結果を残す。今まで見てきた列がはそう見える。課題評価されてる気がしなくもないが、言う通りかもしれないな。じゃ、戻りは控え室に。列がでも緊張するんだな。なんか人としての一面見れた気がする。いや、人間なんだけどな。なんかどこかで彼氏のこと別次元の人間だと思い込んでたかも。おや、列が戻ったか。はい、気分転換しちゃいました。さて、分かってると思うけど、今回の相手は難敵よ。全体的にレベルが高い。だけど一番は指揮高台。彼の勝ち星は今のところあまり見てないのが正直なところ。かといって弱いなんてとんでもない。彼もかなりの化け物よ。こっちが対抗できるかイメージできるのはバッチだけど、あなただけ。伸びしろがとんでもないあなただからこそ彼に届きうるかも。まず第一クォーターは全面的にあなたに判断任せる。頑張って。わかってます、絶対どうにかします。もちろん劣化だけじゃない、あなたたちみんなもチャンスはある。油断などしている暇はないからね。必ず隙は出る、そこを絶対につきなさい。絶対に食らいつきなさい。あなたたちなら必ずできる。行ってきなさい。あらら、すごい鑑定。今回は骨折れるところかな。ま、遠慮なく来るなら今までの相手とは違うでしょうな。そうだな。で、高台、お前の相手は多分。相手全員でしょ、特定のやつと戦うって計算はまだしませんよ。あらら、向かってくるやつは振り払う、相手が誰であろうと。さて皆様、ここは注目の試合の一つではないでしょうか。上も同じ意見です。はい、さあさあ、どちらが勝つんでしょうねー。試合開始が数秒と迫るこの緊張感、とても良い。さて、選手の準備が整ったようです。おっと、最初にお前が来るか。内心龍馬か、さらにアスカが来るものかと思ったが、別にできないなんて一言も言ってませんよ。葉っぱ、確かにそうだ。だが跳躍勝負、負けるつもりはない。時間のようです。じゃあ行きましょう。ゲップオフ。おっしゃー、先行もらうぞ。遅いですよ。マジか、ナイス列が。それまでできるようになったか。おっと、最初は登場からになるようです。初っ端から遠慮はしない。おっと、接点が入りました。と、え、今、え、うかつだったな、点取ったその隙で。もうちょい遅いと思ってましたが。はい、やられたから返すわ。だいたいすぐに再開するってのに、言い換えが遅すぎるんじゃねーの。試合始まれば、終わるまで気を抜いたらダメでしょ。嘘でしょ、一気に空気まで変えた。あらら、こんなに華麗にお返しされちゃねー。で、今度は誰が点を取ってくる、その分を返してやるよ。味方も味方、次の動きがよく見えてる。そうですねー。でもこれでやる気がそがれる俺らじゃない。先輩、俺にボールください。さっさとやり返してきます。乗った、やってこい。なるほど、手伝った今やるか。即反撃はさせないで。そりゃそうだよな、こっちにやるのは大変。あ、ナイス先輩。嘘だろ、今の一瞬で。その疑問のコンマ数秒、俺なら取りに行けますよ。おらよ、こっちも意外にやれよな。まだまだ。いや、本気の動きだったな。先輩が脅かされるか。すまん、まさかボールを普通に落とすとは思わなかった。で、次は俺から行こうか。さて、ここで誰が来る？やっとボール持ったな。待ってたよ。監督、当たりますね。このマッチアップは、さすがに緊張するわ。指揮交代と、列が。
今回の試合見てるメンバーに、高校からバスケを始めた者はいない。俺がいなくても強豪だ。そんな人が欺くとは、正直、少しびっくりした。でもいい、ランクの質問な。あの時点でボロボロになったとは思えないことだよ。違うよ、褒めてきて。そんな余裕があるのかよ。よくわかってるじゃん。余裕なんだよ。な、早い。ちょっと待て、今あいつボール持ってたか。あいついつの間にボールを放り投げてやがった。しかもそこに大会で迎えるようあっという間に抜きやがった。気にするな、負けたわけじゃねえよ。わーってるよ。取られた分さっさと返す。いつでも視界に捉えとくよ。ああ、頼む。はい、第1クォーター終了です。数分後に皆さんお会いしましょうなり。うん、こっちゃから点の取り合いになったな。そりゃこうなるでしょうな。どっちも守りより攻めに重きを置いているでしょうし、ここを防ぐかはまだ思ってない。ああそうだな。こっからは止めて流れをこっちに持っていくか。そうしましょうかね。ああ、斜めですが俺が相手します。いったあれですが、先輩が相手は何を持っているでしょう。ああ情けないことにな。止めれることはないだろうが、余計に消耗しそうだ。うむ、知ってんたか。流れとしてはまだ悪くない。でもな、こっからじゃないかな。今度は止めに来るだろうよ。でしょうね。ちゃんと止めに来るでしょう。こっから見てる感じだと、2年3年のメンツ、劣化を相手するのだいぶ苦労してる気がする。必ず普通で向かってますものね。前後から見てどうよ、ここまでの試合。まだ先輩ら大きく動かしてないからすぐ流れも変わるだろうけど、動かしていったら他のメンツの動きも分かってきそう。あと、雰囲気ありなんじゃない。雰囲気ね。やる。一人にこだわってないんならな。はい、そうなるわな。まもなく試合再開となります。よし、じゃあ行くか。あいつお前からか。やっぱり来るよな。来るよ、どっからでもな。言われなくてもな。さすがにそれは無謀だろうよ。正規じゃなくそのまま行くかは。まあ、気持ちまみれじゃ入らんわな。あ、まさか。あの昔から内容のある芸術ができるやつを動かね。強引にスリー決めるつもりはなく、セルフアリウープなのか。くっそ、なんでできるんだよ。なんででも目の前でこれやるのか。なんか喧嘩を慣れた気がめちゃくちゃするな。次はねえからな。